ちょっと待って、いいよ。あ、うわー、北海道のどこ？はい、カズゲームズへようこそ。カズゲームズのしらちゃんです。さあ、桃太郎電鉄やっていこうと思うんですけども、前回豆鬼を勝たせる作戦っていうのをやって、で、まあその前が佐久間と戦ったっていうことなんですけど、これ見てみようかな。とりあえずちょっと、ガキ、ごめんなさい、ガキと、雷神と楊貴妃3人まとめてやっつけちゃおうかなと思ってます。で、そのためにはね、一回ね、人間っていうのを2人にして、で、後からその1人コンピューターに変えて、人間1対コンピューター3っていう形でやろうと思います。っていうか、それしかできないので、とりあえず人間2人と、コンピューター2人の設定で1回いきます。で、ここで選ぶのがこのガキ、雷神、楊貴妃です。で、とりあえず2人しか選べないので、ガキともう1人は雷神を選びます。こんな感じですね。はい、あれ、これはもうか、そうね、いつものじゃあ数ゲーにしますかね。数ゲーと、はい、こんな感じですね。ちょっと、え、ちょっと、はずげー、はい、完了。これで完了かな。はい、このままかな。はい、ちょっと、このままにしましょうか。順番変更とかもしなきゃいけないので、はい、まあこれもいつも通り10年でいきましょうかね。はい、ちょっと10年ね。はい、10年 A ボタン、はい、いきます。で、始まってから、楊貴妃に変えますね。さあ、やってきましたよ、4月。はい、何ですか、1000万円を持ってスタートね。はい、いつも通り。じゃあ、次ゴール決めましょうかね。はい、ゴール、岡山。はい、ちょっと左の方ですね。はい、でね、ここなんですよ。今だと人間2人、コンピューター2人になってるんですけど、これで設定で対戦相手の設定をすると、うん、これをね、ほら、容器控えれるでしょ、これ。対戦相手の設定で、変えたいキャラクターをタップというか A ボタンで、どのコンピューターにするのっていうことで、じゃあ8段の楊貴妃いきますね。はい、これで、はい、カズゲーと楊貴妃コンピューター、このコンピューター3人と戦うことになりました。さあ、まとめてやっつけちゃいましょう。前回見たくね、わざと負けるとか勝たせる的なね、ことはしないので、どうだろうなっていう感じですよね。普通にゴールしますから、豆鬼の時と違って。ちょっとね、楽しみです。久しぶりに本気でやる感じなので。はい。今回はね、この企画としては、ガキ、雷神、楊貴妃をまとめてやっつけた、本気でやっつけたというね、企画なので。やっつけたというか、まだやっつけられるかわかんないけど。はい。あ、4つ目って黄緑、緑なんだね、色が。ずっと3人でやってたから、4つ目の列車知らないわ。はいはい。豆鬼と違ってね、なんかみんな進むね、ちゃんと。いいね、面白いね。豆鬼戦はきつかったもんな。ゴールしないんだから豆鬼。貧乏神自分から月に来ちゃうんだもん、豆鬼さんは。さあ、それと違ってね、ガキと雷神、え、そっち行くの、
ちょっと怪しいぞ。大丈夫か。ね、この3人はどう立ち回るのかね。それ気になりますね。はい。はい、カード。ぶっ飛びカード、いいですね。ちょっと慎重にやんないとね、どっか行っちゃうから。はい。パトカードね、いいね。テロップは入れないですけど、前回も入れたんでね、パトカードっていうのは、スリの銀次が出た時に、お金取られずに済むカードなんですよね。はい。で、ぶっ飛びカード、今自分が出たぶっ飛びカードっていうのは、どこにぶっ飛ぶかわからないカードです。で、このベビキュラカードっていうのは、そう、他の社長さんからね、お金を吸い上げてくれるっていうね、素敵なカードなので、物件買いやすくなったりします。今言ったカードは全部、豆鬼戦とかの時に出てきてるかな、全部。なので、具体的な内容とかは豆鬼戦を見てもらえると分かりやすいかなと思います。はい。ね、ベビキュラカード。ちょっと、今は使わなくていいか。ね。はい、行こう。言っても岡山だからそんなに遠くないからね、ここから。期待カードいいですね。これも前回出てます。一個先の北かもしんないし、北海道の北かもしんないしね。東京で使ったら埼玉で止まっちゃうかもしんないし、北のね、青森、北海道まで行けるかもしんないし、とにかく北に向かうカードです。さあ。で、一等地を抜くカードって今敵で出てきたけど、これは一番お金を持ってる人よりお金がもらえるっていうカードかな、確か。間違ったらごめんなさい。確かそうだったと思う。こっち行くの。はい。物件買ってますね。ちょっと待って、やられる可能性も出てくるからね、これね。最初ってあんまゴールしない方がいいのかな。なんかみんなこんな感じでぼーっとしてるけど、失敗したか。っていうか、ナンバーでしょ、この人。もうすぐ着くじゃんね。あと4マスだもん。雷神。雷神はちょっとさっきから何がしたいのかわかんない。いやー、ちょっと待って。危な。あっ。何ちょっとやばいじゃない。やっぱ豆鬼とは違うね。全然ね。ちょっと狭い。はい。貧乏神は極力つかないように今回から行きますんでね。山形か。だから雷神あの辺りでうろうろしてたのかな。待って、せっかくついたとこなんだよ。刀狩りカードはね、相手の
カードを好きなカード取れちゃう、奪えちゃうカードだから、これも厄介だよ。うわー、なるほどね。え、うわ、すぐ、え、何今のくしゃみ。ちょっと待って、あと一、ちょっと待って、あと一マスで、あいつ期待カード使っちゃおうか。行こう行こう。山形だからね、北だから。お、いいよ、方向いいよいいよいいよ。お、いいよ。あ、え、ちょっと待って、いいよ。あ、うわー、北海道のどこ、エンガル、ちょっと待って、え、そんなに行く？うーわ。え、ちょっと待ってよ。これもう、え、ちょっと待って。方向良かったよね。じゃ、ちょっと待ってくれ。話が違う。ちょっと北すぎるな。はい、豆鬼戦、佐久間戦同様ね、1年で一動画っていう感じでいくので、あと、2ヶ月間か。ちょっと、そんなことよりだよ。やばいでしょ、赤は。今回ちょっと負ける、あれじゃないからね。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。遠ざかるだけじゃん、これじゃあ。もういいよ、行くしかないよ。マイナス止まったら、借金になっちゃうもん。ん？何何？え、初めて見た。クリオネンネ。おねんね？ちょっと嫌な予感しかしない。待って、何これ。ふざけ倒す。ちょっと待って、寝ちゃったじゃない。これちょっと待って、貧乏神決定でしょこれ。もうまあまあ、何ターン寝るかだよ、問題は。これ寝たまま決算いくね。いや、まさか北海道に行くとは思わなかった。はい、トピックス。え、なになになに、右上に俺の列車あるけど。赤。マリモー。カードを集め始めた。お、銀河鉄道カード。これすごいカードじゃない、確か。次の軍事カードだね。ミニアカード、あ、なんかすごいな。あ、なるほど。このマリモーンってやつがカードを今集めました。いろんなところから。いいカードばっかりよ。で、アカンの駅ね、上にある。アカンの駅に最初に来た人が好きなカードを1枚選んでもらう。1枚なんだね。もらえます。アカンに急げ。寝てるし、近くの。はい、これでね、終わっちゃうわけですよ、今回の動画が。はい、なのでね、まあ、最初らしい、なんだろうな、始まり方というか、
期待カードでね、思いっきりちょっと北海道の東道東ってところじゃないな、そこ前飛んだので、まああと9年どうなるかお楽しみということで、またこの決算を見たらね終わろうかな。はい、どうですか、順位発表どんどん行こう。はい、3位ね、とりあえず今回は豆鬼戦と違ってね、あの1位目指すんで、はい、3位だからね。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。はい、それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。